どうもねむたぎです。今回はですね、ちょっと最近気づいたことがあったので、それをちょっと共有しようかと思って短い動画を作っております。まあね、知ってる方は知ってるよっていう感じの内容だと思うんですけれどもね。今回共有しようかなと思っている情報はですね、こういう坂道ですね。こういった坂道を作るのに使う造園ツール、この傾斜の形成ツールについての情報、それとあと建物を建てるときに使えるフリー配置モードですね、あれのちょっとした小ネタですね。まあこれに関してはもう見たままなんですけど、についてちょっとご紹介しようかなと思ってます。さて、まずはこの傾斜の形成ツールなんですけど、まず四角ボタンで目標地点を設定、そしてある地点から×ボタンを押しっぱにすると、はい、こういうふうに傾斜ができるというツールだと思ってたんですが、どうやらこれね、違うということもないんですけど、本来は違うっぽいです。どういうことかというと、これね、アイコン見る限り下から上に作るっていう感じに見えるんですけど、これ実は目標地点が下で、上から勾配を作ってやるっていうためのツールっぽいんですよね。なんでかっていうと、真ん中の数字出るでしょ、ほら、これね、どうやらこの 23% っていう数字が、今作ってる斜面の傾きがね、こう出てるみたいなんですよね。上りの時はこう常にゼロになっちゃうんですけど、下りだとこう角度が見えると。で、今度目標地点ここにしてみましょうか。で、かなり急になるはずですけど、ほら、今度33度ですね。いや、これね、造園で使ってて、いやー、これ傾きが何度なのか知りてえなーって思ったのと、いや、この0%傾きをどっかで指定すんのかなとかね、いろいろ考えてたんですけど、まさかの下りの時はちゃんとシャドウが出るっていうね。というわけで、今までこう基本的にこのアイコンのね、矢印に従って下から上に作ってたんですけど、上から下に向かって使うものだという感じっぽいです。まあ別に下から上に使ってもちゃんと機能はするんでいいっちゃいいんですけど、まあ角度が知りたいときは上から下に使うといいですよっていうのと、下から上に向かった時は数字が出ないってことは、基本的には上から下に向かって使ってほしいツールなのかなっていう気づきがありましたので、まあそれを共有しようかなというお話でございました。で、まあそれだけでもなんなので、この傾斜の形成ツール、もうちょっと細かく解説してみたいと思います。はい、というわけで、ですね、解説用にこの2つの山と、あとこう直線をね、こう引いておきました。さて、そしてですね、造園の傾斜の形成ツールですね。で、このツール一体どういう動きをするのか、ちょっと細かく見ていきますね。ここにターゲットを設定して、で、この頂点から塗る感じにしますね。まあ、先ほどもご説明しましたけれども、こういう感じで傾斜を作ると。で、このターゲット、この目的地の先はどうなるかというと、目的地の高さのまま、平坦化ツールと同じような感じで目的地の高さで揃えられます。
こんな感じですね。そしてスタート地点より後ろ、これもですね、スタート地点の高さで揃えられます。こんな感じですね。あと造園をやっててよくあるシチュエーションだと思うんですけど、こういう感じで例えばこう道をですね、こんな感じで、まあ、曲がりくねった道を引く、まあ、ちょっとここね出来が悪いですけど出来が悪いですけど引くことがよくあると思うんですけど、こういう道を作る場合ですね、この斜面の形成ツールで、まあ、例えばここはターゲット、そんでもって高さがここからスタートで、シャドウ11ですからね、まあおそらく普通に問題なく走れると思うんですけど、っていう感じにするかと思うんですけど、個人的にはまあ別にいいんですけど、あんまりおすすめしません。なんでかっていうと、これ車体が斜めってるじゃないですか。はい、また斜めになりますね、という感じになると。ああで、なんでかっていうと、まあさっきツールの仕様でも説明したんですけど、ここの直線を結んだでかい斜面をこの形に削ってるだけなんで、この辺でしたっけね、斜面の傾きとしては、まあちょっとずれましたけど、こんな感じ、この向きが上なんですよね。この線に向かってまっすぐ向かってる時はこう傾いてないんですよ。なのでこの位置だとしても、この線と同じ向きにこう向けてやるとこう傾かないんですよね。ただこの段階ではこうなので、この斜面にこう置いちゃってるってことになるんですよね。でおすすめの方法は、だいたい直線でつなげると、まあ道からそんなにそれないなっていう感じのところでこうマーカーを打ちます。で上から順にここをまずターゲットに指定します。でここからスタートですね。まあ一番最初はね別にいいんですけど、まあマーカーのあたりまで坂を作ります。で次はここに目標地点を設定して、でここから行くんですけど、この2回目以降はこのスタート地点で長居しちゃうと、このスタート地点の後ろ、ここからスタートして、このスタートしたポイントでじっとしてると、このカーソルのこっち側、この辺ですよね、ここがへこんじゃうんで、できるだけ薄くしてですね、こうすぐ前に出すと。でその後はこのマーカーとの直線上でスタート地点のマーカーより絶対後ろに下がらないように気をつけながらですね、
こうやると、でそれをですねこう同じように繰り返していくわけですね。マーキング、ほい、あちょっと今のやばかったかも。で、後継者を作ると。今、小分けにして作ると、残念ながら、このセクション間で、面の傾きが違うので、やっぱりどうしてもこう、ガクってなっちゃうので、このマーカー付近に関しては、ちょっと地ならしとかが必要にはなるんですけど、でもあんまりお金減らないから割といい感じなのかな。さてと、じゃあちょっと走ってみましょうか。まあ、最終的にはこうやって走ってガクってなってたらそこを重点的に修正っていう感じがいいと思うんですけど、まあ、車体が左右にあんまり傾いてないのがわかると思います。うん、割といい感じですね。こんな感じであんまり傾かない坂道が作れるので、まあ直線だったらねいいんですけど、こういう曲線の道をよく作るっていう方はぜひ試してみてください。ちょっと今回それだけだと動画的に短いかなと思うので、建物を置く時のフリー配置モードを利用したこのパレットいっぱい、パレット自動で積み上げちゃうぞ的な小ネタですね。まあもう見たままなんですけど、このスポーンする高さなんですけど、このバミリの高さにスポーンするんですね。なので例えばこことかは空中にスポーンするわけですよ。でそれがこう下に落ちると掘り下げとくと、でまたここが空いてるので同じ場所にスポーンするので、まあ、結果こういう風に自動で積み上がると。どういう感じになるかというと、はい、こんな感じでスポーンして下に落ちて、まあ、積まれると。はい、でこんな感じでこのバミリの高さ、まあ、スポーンするエリアの高さがこう塞がっちゃうと、通常通りこの隣からスポーンするようになるので、次はここに、まあ、ここに生まれてここに落ちるって感じなんですけど、はい、こんな感じですね。というわけで、まあここがね、まあ高いですけど、ここをこう掘り下げとけばこうフォークリフトで、まあ、運び出しやすいとか、まあ放置で生成できるパレットの数が単純に増えるので、おそらくちょっと僕は PS5 なんでないんですけど、パレットのオートロードとかがあるときは多少時短になったりするんじゃないですかね。わかんないですけど。まあ放置で積んどけるパレットが単純に増えるってことですよね。でまあ、今回ここは3段になってますけど、フォークリフトで2段までぐらいしか、まあ、運べないから2段にしたいなって場合は、パレット2つでバミリの高さに到達するぐらいまでしか掘り下げなければ、まあ、2個になるし、もっと深くすると4段とかにもなるということですね。今これ建物がね、ちょっとなくなっちゃってるんですけど、まあ、ここに本当はパン屋がありましてね。で、こっから、ま、スポーンしていきなり、このトラックの荷台に乗っけるなんてことも、ま、一応できればできるっていう。まあ、あんまりちょっとね、隙間がスカスカになっちゃうんで、実用的ではないんですけど、まあ、こんな感じのこともできるよっていうことですね。あと、たまたま、向こうもこっちも、このスポーンするエリアの下が、こう平面になってますけど、下が斜面でも普通にバミリのとこからスポーンするので、斜面に落としてズルズルっと滑らしてどっかに運ぶなんてことも、まあやろうと思えばできるという感じですね。なんでまあね、まあちょっとね、若干見た目的にあんまり美しくない感じにはなっちゃうんですけど、まあまあこんなこともできるよってことで、よければ活用してみていただけたらなと思います。というわけで今回は建築モード内のちょっとした小ネタ2つほどご紹介というか、まあ共有させていただきました。
まあ、今回はねちょっとこんな感じの内容でしたけれども、普段は、まあ手探りで実況するような感じのやつもやってますんで、まあよろしければチャンネル登録とかして、まあ、見ていただけたら幸いです。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。以上ねむたけでした。